逆転裁判3実況の続きをやっていきます。では、休憩を挟みまして、後半の審理を再開していきましょう。前回得たこのダイヤモンド5年前の事件のに関するデータだけども、どうやら、宮柳ゆうき、宮柳ちなみ、そしておなみだちゃんは、まあ誘拐事件を企てたと、偽の。そうすることによってこの2億円相当のダイヤを身代金として、で宮柳家は宝石商でお金があったから、これを、父親から奪おうと、で3人で分けようという計画だったので、だけど裏切られたということでしたね。ではそれではお涙ちな、お涙みちるの審理をしめやかに再開いたしましょう。証人、もう大丈夫ですか？もう全然大丈夫だろ、絶対。はい、すみません。私、頑張りますね。ぬう、けなげですな、まったく。目を覚ませ、裁判官。弟、裁判長の弟。まだ言ってる。弁護人が依頼人を助けたい気持ちは理解できる。しかし、その罪を何の関係もない証人に着せようとは。どういうことですか？この証人はあらゆる意味で事件と、この事件と接点がない。あるんだよ。たまたま御堂山中で事件を目撃した。それだけのことだ。そんな彼女がなぜ、無人警官を殺害しなければならないのか。ぬう、確かに動機がありません。動機、やっぱりそれが次の問題よね。いかがですか弁護人、立証できるのでしょうな。ただまだ千尋さんも宮柳ちなみと報井さと子が同一人物っていうことには気づけてないんだよな。気づいてんのは勝子だけなんだよな。そこをどういうふうにやっていくかだよね。あ、もちろんです、多分。くっ、だから子猫ちゃんなんだよ、あんたは。上野木さん、弁護士はな、ピンチの時ほどデブテしく笑うもんだぜ。あ、これは上野木さんからの言葉だったんだ。千尋さんがなるほどにすごい言ってたよね。ピンチの時ほどふてぶてしく笑うもんって言ってた。上野木さんからの言葉でしたか。ありがとうございました。この状況で思わずにやけちまうやつこそがプロなのさ。その嬉しそうなニヤニヤ笑いやめてください。あの、ちょっとよろしいですかおじさま。ぬ、おじさまはいつでもよろしいですぞ。証言させていただきたいんです。私、疑われているのですよね。ですから、それがひどい濡れ衣だっておじさまだけには分かってほしくて。ぬう、そうだったのですか。ああ、まだ術中にはまっています。まあ裁判官はね、どうやらあの証人の方がプロらしいな。どうしてですか。見ろよ、あの眩しい笑顔よ。とびっきりのピンチなのさ、あの可愛い子ちゃんもな。そりゃそうだよな。今からもうお前のすべての悪行を暴かれるんだからな。そんな顔してられんのも今のうちだぜ。それでは証人の話を聞くことにしましょう。お、聞こうじゃねえか。証人自身について。お、バラせバラせ、はよ。私、一昨年までずっとこの国にいなかったんです。大学に入るまで御堂山にも行ったことはありません。私にお同期なんてあるはずがありませんのよ。5年前自分を逮捕した刑事様を逆恨みして殺害さなさるなんて、うん、その事件のことは知ってるんだな、さすがにな。誘拐までなさってるのに、被告人様ひどい人です。
お前の一応元恋人だぞ。お前のこと天使って言ってたやつだぞ。もう涙ちゃんかわいそうだな。ぬう、この国にいなかった。その通り、殺人の動機など持ちようがないではないか。でも5年前はいたもんね、こっちにね。ぬう、さてと、にっこり行くぜ、子猫ちゃん。は、はい。とにかく彼女と事件を何とかして結びつけるの。証人自身もまあここは揺さぶっていくしかないよね。私一昨年までずっとこの国にいなかった。2年前までってことだね、揺さぶる。じゃあどの国にいたんですか？あの、私帰国子女なんです。絶対嘘じゃん。待って、14歳の時でしょ、あの事件が。で14歳15、16、14歳からしばらく行ってた。それも帰国子女にはなるか、何年かだけでも。内乱の激しい国で両親を失い、一人で帰国されたと聞いている。嘘嘘。だから身分を証明できるものが一つもなくて。なんて適当なの、身の上なの。どうしよう、詳しく聞いた方がいいかな。うん、詳しく聞こう。さらに揺さぶろう。証人、質問に答えてください。どこの国にいたのかはっきりさせましょう。うん、さすがにそのデータは残ってないとおかしいもんね。証人がどこの国にいて何カ国語を操ろうが、この審理には関係ない。重要なのは、証人が事件といかなる関係にあるか。私、幼い頃から外国生活でしたから、お涙様も宮薙刑事様も存じ上げませんわ。おっと？そう、それがただ一つのポイントなのだ。その通りですな。いや、二人のことすげえ知ってんのにな。だって5年前の事件だって計画的だもんな。あ、ごめんなさい、マイクがさってなっちゃった気がしました、ごめんなさい。では証人、今の発言を証言に加えてもらえますかな。もちろん喜んで、おじさま。だから当然被害者も犯人の方も知りませんの。こう新しいとこだよね、揺さぶろう。二人を知らない、間違いありませんね。私人見知りする方ですから。ぬう、それは仕方ないですね。意味がわからない。うん、仕方ない意味わかんないね。五道山の吊り橋の上で初めて二人を見たわけですか？ええ、本当に偶然だったんです。いや、それはないな。大学に入るまで、五道山にも行ったことがありません。じゃあ、揺さぶる。そもそも、どうして五道山へ行ったのですか？なんか野草を取りに行ったとか言ってる割には自分の姿ばっかり撮ってたんでしょ、この人。私、ハイキングとピクニックが大好きですの。一人で？どう違うのかしら、その二つは。いいね、そのことはいいよ。五道山はこの町から車で2時間。電車も通っていません。うん、どうやって行ったの？車で行ったってこと？もっと近くて便利な山がいくらでもあるのに。大学の散歩同好会で一度皆さんと参りましたの。荒れ果てて打ちひしがれた薄ら寒い感じが気に入って。変わった趣味ね。ところで大学というのはどちらの？証人の身分に関する質問は検察側は一切認めない。なんでだよ。
肝心なのは彼女が事件を目撃したことのみ。非道なる弁護人の悪意に満ちた質問に答える必要はない。そうです、あんまりですわ。なきゃいとってから使って。ぬう、弁護人許しませんぞ。もう裁判か、目覚ませってマジで。そんなにひどいことを聞いたかしら。私聞いてないよね。私にお動機なんてあるはずがない。揺さぶる。でもあなたの事件当日の行動はかなり疑わしい。証言は矛盾しているし、犯人しか知らない情報、トランクの傷のことも知っていました。それはうん、残念ながら弁護士君、それは何の証拠にもならない。なぜですか？証人には被害者の特定のため一度検事局に来てもらっている。その時この写真を係官が見せた可能性があるのでね。可能性があるんでしょ。じゃあそれ見せたかどうかははっきりして。じゃあそれ言うんだったら。ぬう、それはあるまじきミスですな。くっ、出たぜ。検察側お得意の戦法だ。そんな。私許せないんです、あの日見た囚人服の方。5年前自分を逮捕した刑事様を逆恨みして殺害なさるなんて。揺さぶろう。逆恨み。あの被害者の方の証言が決め手になったのですよね。被告人様の死刑判決の決め手に。その通り、被告人はそれを恨んでいたのだ。自分の罪を棚にあげて。お涙さんは5年前の罪を認めていません。ずいぶん忘れっぽいのですね、被告人様は。忘れっぽい。刑事様のことはおろか、ご自分のなさったことまでお忘れなんて。どういうことですか？被告人様、刑事様のお顔お忘れだったのでしょう。それならいっそ証言のことも忘れてしまえばよろしかったのに。確かにお涙さん忘れっぽいみたいだけど。いや、これは揺さぶろう。様子見るじゃなくて揺さぶります。被害者の顔を忘れていたというのは、それはなんで知ってるのかってことか。だって目印がなければご本人とわからなかったのですよね。そうね、白いマフラーね。確かに被害者は現場で目印のマフラーをしていた。もしあの日白いマフラーをして。ちょっと待って、今すげえピンときたんだけど、こいつさ、さとこがさ現場でさ見たのって白いマフラーじゃないじゃん。確か水色じゃん。白がなかったからどうのこうのみたいなあったじゃん。ほら、被害者がつけていたものでしょ。これ白じゃないんだよね、厳密には。水色みたいな色なんだよね。なんで白いマフラーって知ってたの？要求されたことか。そこじゃない？これやっちゃったんじゃないの、さとこ。おい、お前やっちゃったな。私あの方に狙われてたかもしれないのですよね。ぬう、確かに許しがたいことです。まずいわ。お涙さんの印象がどんどん悪くなっていく。深追いは危険だけど、今の発言どうかしら。いや、これは証言に付け加えさせて、マフラーをとかかメモを突きつける予定です。そういう予定、これは加わせてもらっていいですか？裁判長、ただいまの証人の発言、非常に重要です。証言に加えていただけますか？重要だよ。検察側にも異議はない。はい、お前の首絞める。はい、自分の首絞めた。
黒人が見境なく殺意をばらまく危険人物だったこと、それを立証する重要貴重な証言だからな。ぬお。いえ、そういうつもりでは。わかりました。証人、お願いします。もちろん喜んで。お白いマフラーを持っていなくて私ラッキーでしたのね。あんま揺さぶるか。ラッキーだったというのは？だって今は2月ですからみんなマフラーをしています。もし偶然に指示通りの白いマフラーをしていたら、証人自身が危険にさらされたかもしれない。ぬうぬうしか言わないな裁判官。最近ここ最近く今の揺さぶりは余計だったぜ。マジ余計だったの？神の木さん、様子を見ているうちはゴールは目に入らねえ。早いとこ捕まえないと法廷の女神そっぽ浮いちゃうぜ。あ、ダメ？ペナルティではない。ということは、ちょっと待って、やっぱここだな。白いマフラーっていうことを知ってるっていうことがおかしくない？なのでここでだ。こっちか、メモか。メモにしか書かれていないこの白のマフラー。でも現実には被害者は白のマフラーではない。これちょっと突きつけてみていい？ここで。よし、行け。意義ありです。確かに、お涙さんは宮柳ゆうきさんに要求しました。白いマフラーを用意するように被害者のメモに書かれています。それが何か？何かじゃありません。明らかに変じゃないですか。うん、なんで知ってたのってことじゃない？違うの？そのメモの内容をどうしてこの証人が知っているのですか？ああ、そうだよね、ほんとそう、そうなんだよ。うん、なんで知ってんの？静粛に。それはやや不自然気味ですな。不自然気味じゃなくて不自然でしょ？全然。まさか、ミツルギケンジ君。証人にみだりに極秘資料を見せているわけでは？それはさすがに、そのような許可はしていない。じゃあなんで知ってんだ？それならば、この証人がお待ちにくださいね。なんだよ。私、そんなメモだともちろん知りませんわ。ただ、事件があったとき、この目で拝見いたしましたの。被害者の方が犯人とお会いになったとき、ご自分のマフラーをあの方にお示しになったんです。でもそれは白じゃなかったでしょ？白じゃないんだよ。あ、でもこれはあれか、あの本人じゃないのか。だから私、白いマフラーが目印なんだと思いましたの。でも白じゃないけどね。ぬう、それなら筋は通りますかな。通らない、逆に通らないって。だって白じゃないんだから、この汚れてたここに現場にあったマフラーは。そんなどんな筋も通すわけにはいかないわよ、千尋。証人、悪いけどあなたの主張は通らないわ。どうしてですの？だって私、拝見しましたのに。ああ、被害者が現場で白いマフラーを見せられるはずありません。そうだね。だから白じゃないんだもん。ねえマフラー、行くよ。ほら、白じゃないんだよ。だってあなたはさっきから何度も証言していますね。被害者のマフラーの色は白だったと。ええ、それがどうかいたしまして。はいバカ、はいバカ。それはこっちが聞きたいわね。
報い聡子さん。ご覧なさい、これが被害者のマフラーです。あ、この色をどう表現するかは人それぞれでしょう。しかし白ではないよ、さすがに水色とか青とかスカイブルーとかビリリアンブルーとかなんかいろいろ言うかもしれんけども、花水色とかね、決して白ではない。あなたはこのメモの内容を知っていたのです。メモの内容？ああ、目印に白のマフラーだからこそマフラーの色を白と表現してしまったのです。うっく、おっとっと、来た。どうなんですか証人。いやー、どう言うんだ、この白いマフラーを知ってたっていうなぜかっていうのをどう言うんだ。静粛に静粛に静粛に、みつるぎくん、どういうことですか。このメモの内容が外部に漏れるなど考えられない。しかしこの証人はメモの内容を知っていました。まあ妹だからね、ちなみだからね。ちなみに、まあメモ見ます、メモもう一回見ます。ほら一番下、ちなみに相談、今度こそ伝える。はい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 。その内容を知っていた人物は限られています。お涙満ちるとメモを書いた宮凪勇気本人、そしてもう一人。もう一人、そう、本来ならばありえない人物。あんたも気づいたようだな、子猫ちゃん。おい、気づいた気づいた、千尋さんも気づいたね。はい、被害者のメモの内容を知っていた第三の人物、それは、え、人物、あ、なんか黒い影がいる、黒影がおるぞ。あ、これだ。いつの間にいたの？勇気の妹、5年前の誘拐殺人の被害者、橋から転落後、生死不明。いきますよ、こいつですよ。それはこの人物です。宮凪千奈美さん。宮凪千奈美、聞いたことありませんが。被害者のメモを見てください。こう書かれています。ちなみに相談、今度こそ伝える、彼女の名前です。一体どなたですか、宮凪千奈美さんというのは。ふっ、こともあろうに死者を引き出してくるとはなあ。死者？宮凪千奈美は被害者宮凪勇気の妹にあたる。今から5年前ある犯罪に巻き込まれて亡くなった。ある犯罪？まさか誘拐されて殺害された被告人お涙満ちるによって。殺害された？本当にそうなのでしょうか。なんだと？確かに宮凪千奈美は死んだことになっています。5年前おぼろ橋から転落して五道川の急流に飲み込まれて、しかし肝心の死体は発見されていないのです。死亡認定の手続きはすでに5年前に済んでいる。法律的には宮凪千奈美はすでに死者なのだ。しかし死体が見つかっていないのは事実です。5年前宮凪千奈美さんは14歳だったそうです。生きていれば今年19歳。報い聡子さん、ちょうどあなたぐらいの年頃ですね。え、
まさか弁護人、この証人が。ほう。その通り、弁護側は主張します。その証言台に立っている証人は5年前の誘拐事件の中心人物、宮凪千奈美であると。なんですと。そりゃざわつくわな。どうやら火事場に爆弾を放り込んじまったら、このまま終わったらただの人騒がせなお姉さんだぜ。わかってます。彼女の正体が暴ければ必ず状況は変わるわ。今度はあの検事さんが慌てふためく番よ。ぬう。証人、あなたは一体誰なのですか。私は。もうその辺でいいだろう、証人。あ、なに、下がっちゃうの。はい、わかりましたわ。マジ？ちょっと待って、その辺でよくないんだけど。どういうことですか、三剣健二君。裁判長、正直に告白しよう。弁護側がここまで食い下がるとは、予想外だった。三剣健二、まさかあなたは知ってたの。検事局を見くびってもらっては困る。身元のはっきりしない証人など、この私が許すはずがない。なんですって。知ってたんか。じゃあどうやら坊やは知ってやがったのさ、彼女の正体を最初からな。あ、そんな。じゃあどうして。あんたが暴かなければ触れないつもりだったんだろう。必要なのは証言だった。それが取引ってやつさ。紹介しよう。被害者の妹にあたる宮凪千奈美さんだ。あ、やべえ、なんか復活してんだけど。千奈美。しかし5年前に亡くなったのでは。我々もそう考えていた。しかしそうではなかった。一体なぜ5年間も身を隠していたのですか。それは今回の事件とは関係のないことだ。関係あるんだよ。彼女はたまたま事件を目撃しただけ。たまたま？そんなはずないでしょ。あなたは5年間も被害者の仮面をかぶっていた。そして今回も殺人現場で疑わしい行動をとっています。弁護側の薄っぺらい企みは見えている。大方被告人の無罪を勝ち取るために、この証人に無罪の罪を着せようというのだろう。何ですって。しかし考えていただきたい。今から5年前、彼女は誘拐され殺害されかけた辛い過去を抱えているのだ。ぬう。そして何より、宮凪千奈美は被害者のたった一人の妹なのだ。立派な刑事である姉を殺害する理由などない。あ、ダイヤモンド出せ、ダイヤモンド。ううじゃない、大丈夫だ。千尋さん大丈夫だ。こっちには証拠品がある。検察側の主張はもっともだと考えます。弁護人、あなたは立証できるというのですか。この気の毒な証人がお姉様を殺害した理由を。それは。追い詰めたつもりがいつの間にか逆転されている。く
目を覚ましてやろうか、子猫ちゃん。弁護側には証人の動機を立証する準備があります。誰が言ってるこれ、誰が言ってんのこれ、じゃん、誰が言ってんの、誰が言った、今千尋さん、あーコーヒーの人が完全にあ、今のは私じゃなくてこのコーヒーの人が勝手に、コーヒーの人って言わなくても大丈夫だけども、コーヒーの人だな、ずっとコーヒー飲んでるな、ハムの人かコーヒーの人かだな。何いい、下手なハッタリはやめていただきたいな、君。くっ、坊や、なぜハッタリだとわかるそれ言ったらもうハッタリだったってなっちゃうじゃん。そこの弁護士が一番あたふたしているからだ。あたふたしないで、あたふたしないで。え、そりゃあたふたするわよ。あんたは今この状況をピンチだと考えている、そうだろう。当たり前です。違う、今はただ勝負時なんだ。ピンチかチャンスか決めるのはあんた自身なのさ。私自身が決める。若さゆえの暴走か、微笑ましいな、私より若いくせに。それでは弁護側の考えを伺いましょう。何？この証人が実の姉である宮柳勇気を殺害した動機は。あ、そんなもんは、そんなもんはもうね、そんなもんはこれですよ、いきますよ、そんなもんはこれです、イエーイ。何？何だろうか今の不吉な代物は。意味がわかりません。何なのですか弁護人。え、違うの？今のはその若さゆえの暴走です。自分で認めてどうする。え、違う、ちょっと待って、勢いに任せて言っちゃったけど違うの？あの証人は5年間も身を潜めてきた。必ず理由があるはずだ。そして宮柳勇気がその理由に絡んでいるのさ。うん、そうだよね。え、理由でしょ。え、ダイヤじゃないの？ん、あ、理由、あ、そうか、これは罠か、これは罠だ、わかった、これだ、この人だ、理由ってこと。お涙ちゃんかってことか。そういうことかな。それでは弁護側の考えを伺いましょう。この証人が実の姉である宮根に殺害した動機は。ダイヤだともう思って見てしまったけど、こいつは、これは罠であった、これじゃなく、だから千奈の勇気を殺害した動機、だからお涙ちゃんが言っちゃうからだ、いろいろ。だから、わかんないけど、でもここ、実の姉である宮崎を殺害した動機。お涙ちゃんかな？だよね。ちょっと行きます。もうこれやったら、もう上のゲージ見てもわかるように、もうこれは、お涙ちゃんが有罪になっちゃうから、これだ。あ、違うんか。え？え、違うの？え、ちょっと待って、どういうこと？今のはその若さゆえの暴走、やばい、若さゆえに暴走してしまったおかげで、あー、どうしよう、終わっちゃった本法廷はこれ以上の審理の必要性を認めません。さらに被
告に対する判決を決める時間も必要としません。これは極めて明白な事件です。疑問の余地はない。被告人お涙みちるにたった今判決を言い渡し、みちるちゃんごめん、みちるちゃんごめん、お涙ちゃんごめん、ごめんってごめんって、閉店しちゃった、お涙ちゃんごめんって、はあ、これすんって終わるからね、すんって、あーすんって終わったわ。ごめんって。じゃあちょっと今回はここまでにするします。で次回、違った、ちょもうちょいもう一回ちょっと冷静になって考えなきゃダメだね。じゃあ何、動機を示すところからじゃあ次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。やべえ、みちるちゃん有罪になっちゃった、強制的に。これすんって終わんだよな。やっちまった、やっちまった大将だ、やっちまった大将だけども、次回は頑張ります。次回はもう外せないよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回必ず無罪を勝ち取るのでよろしくお願いします。お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントロールを握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を